金のカツラと銀のカツラ。金のカツラを5枚集めるとおもちゃの缶詰とプレゼント。あれ、金のエンゼルって1ついいんだっけ？銀が5個かな。で、ツラがチャポーン。で、正直に言いなさいの代わりに、まず斧を使って、斧で女神様を殺す。怖っ。女神様怖っ。まず斧で、もう一回切る。ダメか。他のルートに行けるわけでもないから、斧で金の面を、えい、ダメか。斧をジャポン、ダメか。斧、おっちゃ持って、もうそんなのは気にせずに、木こりの仕事を続けて、誰か出てきた。アイテムゲット。あげる、ジャポーン。え？中でいい男を見つけて、ああ、綺麗な男になって戻ってきた。綺麗なジャイアンみたいに。何の解決にもなってなーい。この、お？木を揺らしたら？なんか落ちてきた？カツラ。はい。僕は落としたのは普通のカツラです。じゃあ正直なあなたには全てのカツラをあげましょう。やったぜ。奥の青年、意味なし。絵画にも髪の毛を。脱げ脱げ。クレヨン。クレヨンでとりあえず、書けない。孫。はい、手を拭きな、これで。ダメか。ペンキ。ペンギンは特に何もない。はい。お、いきなり孫に。戻して遠心力ドバー。あー、損害賠償が億レベル。ペンキは渡しちゃダメだな。でもこのヴィーナスの股間の布、これで手拭いてくれそうなもんだけどな。これクレヨンでも多分いたずら書きをしちゃって大変なことになりそうだけど。違う違う、頭に書いてあげて。あー、ひどすぎる。おじいちゃれ。おじいちゃれ。かといってこれをかぶせればいいわけでもないよね。これ髪の毛じゃないし。お、手拭いてやれ。えい。よくそこにあるものに手を拭こうと思ったね、君。今日のハゲ雑学のコーナーは、紀元前1550年頃からハゲの治療が存在した。本当に？すごいな。お、これで塗ればいいだけか、まさか。いや、違うでしょう。こういう風に写真を撮ったり、あとは枠外とか、このサウンドをいじるとどうとか、そういうのがね、ここのゲームちょいちょいあるんだよな。ノコ触っても回転しないし、なんでそんなとこからボタンが出てくるんだよ。いや、そんなのはわからないでしょ。触れるところがあるんだったら、もうちょっとさ、なんかわかりやすい見た目にしといてよ。いや、ちょっとひどかったな、ここは。カキカキ、ペンギンになった。アイテムゲット、ペンギン。で、ペンギンを、ここ増やしてやる？お、ここからズラが出てきた。で、回転して、ズラをかぶせて完成。やったね。いやー、めんどくさいステージだったな、なんか。育毛実験。お、窓開いてる、怪しいぞ。カツラの木。カツラの木。もしや、これのどっかに、ズラが。出てこない。でも、薬品とかで、これの通りにやればいいんだね。つまり、じいちゃんから見てたから、右から、黄色、赤、この水色にすればいいわけだから、ん？
トク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 。空の試験管はないのかい？で、これを置き直すことはできない。カツラの木ってあったから、あのカツラの木と同じ色にして、ああもうこれダメだな。んでかければおそらくああ頭皮ごとやられた。これ黄色ピンク水色だな。赤入れちゃってたね。おーし、カツラの木の色にあった。ゴールデン気配薬。ピクンピクピクン、ドワーン、伸びた。え、ダメだったの？伸びたじゃんこれをカツラの木に、そして木になるカツラ。やったー、いっぱい手に入ったぞー豊作だやったねいやー、ちょっとずつなんかステージ攻略がめんどくさくなってきたぞ中途半端に間を抜かしてしまってたな。カツラの保管場所、タヌキだ、スレッタだカツラカツラ、あーカツラカツラ。孫が描いてくれたおじいちゃんのこの絵の裏が怪しい。ゆう、ゆう取れた。ゆう、ゆうおじいちゃん。ふふ。襖を開けると、鍵。おじいちゃんの秘蔵のエロ本が出てきて、で、ゆうを、取れないな、鍵。おへそに鍵。遅刻現金。お、裏に、影軸の後ろに、秘密の扉。んなんだこれは。神。え？ゆう、ゆう、なるほど、5つ集めないとか。このニュースの、お、いいに、あ、あ、触るんじゃにゃい、やめるにゃ。あー、やってしまったそりゃハゲだわ。観葉植物の中に、お、は、 HA、 ちょっと、閉じたい鍵を取りつつ、ここの U を取って、あとはどこだ？お、R。とりあえず5つまでしか持てないから、鍵でここを開けて、E を取って、髪、生える。は、え、ちょっと、R。やんちゃな R だな。やったぜ。これおじいちゃんの妄想の中のカツラ、これは取れないのかな。ふう、託されていたカツラをゲットしてと。7の欄にハゲクイズ、ポーン、つるっぱげ。さあ、今週もやってまいりました。アタックハゲ。大事な大事なハゲチャンス。次のハゲの種類を、10円ハゲ。あれ？ピンポン押せない。M、O。これ磁石で何かを取る？10円ハゲ。はい、取れない。あ、なんか出てきた。カッパ出てきた。ふふ。まあ、10円ハゲ。あ、あれ使えない。これ答えたいんだけどな。このハテナのところに入れれば。ポーン。10円ハゲ。普通に正解しちゃった。これ、M パゲと丸い。ん？あ、なるほど。
磁石は何だろう。ポン、 M 字ハゲ、ベジータハゲ、ダニー次のハゲ、バーコード、バーコード、なんか取れてないやつあるか。これカッパではないしね、この天使の輪っかなんでもないし、磁石、マグネットハゲ、お、この人の頭取れそう、取れないか。磁石とりあえず入れてみるか。あ、カメラ取れた。パシャパシャパシャ、取れない。U 字ハゲになっちゃうかな、これだと。いやー違いますね。バーコード、どっから取ってくればいいんだ。これバーコードの形、これメニューのこの3本線、これこっから取れたり、取れないか。いや、ここのゲームね、よくこういうことあるんですよこの欄外からがさ。バーコード、これカメラさんからなんか取れたり、パシャ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 、あ、眩しいということで後ろ向いたらタグがついたままですよ、おじいちゃん。バーコードハゲ、バーコードハゲラー。まだある。第4問、お、カッパ、あれ、ザビエル、ザビエルハゲそんな故障あるの。やったー、賞金とカツラだー。みんなカツラが目的だったんだろうな。で、副賞の賞金。じゃあ間飛ばしてカツラ探検隊。うほ、いいゴリラダウジングしてる。うほゴリラ、あー食われる。軽快なドラミング、いいグルーヴ。カツラはあるけど、あれは素直には取れないだろうね。で、バナーナがあるから、これをゴリラに？ダメか？お？いや、余計ゴリラに好かれちゃうんじゃ？もぐもぐもぐバナナ、次はお前のバナナをよこせっていう。そしてバナナの音じゃなかったぞ、今のゴリゴリ。ん？お？ゴリゴリ？あ、なるほど。絵柄的なのを合わせると。で、右下のカツラはあれ、きっとね、取ろうとすると落とし穴なんだろうね。おお、宝箱、これ開けていいか。あ、勝手に開いた。金のカツラ、金髪か、ちょっと似合わないんじゃないか。あ、意外といけそう。ポッ、ああ、割とシンプルだったね今回。賞金の使い道、ハゲクイズの賞金ってことか。銅像建てた、もしかして。なんて無駄な使い方をナイスガイって書いてある。で、掃除しようとしたら、あー、銅像の方のカツラが取られるかと思ったら、ツヤツヤ出しスプレー、マッチ、マッチいりませんか。マッチョならいる、ツヤマッチョ。この唐草模様の泥棒さんから何か取れないか。あ、一家団らん、ツヤっぽくなれ。んー、ダメかー。左側は水をキュッキュ出したらドバー。あー、これじゃあダメだな。この何の捨ての君、左のハゲ、なんか上のところに看板というか、かけられそうだな。ナイスガイゾー。お、金のカツラ取って。ほい、貧乏人、これをくれてやる。これを売って生活の足しにしな。え、ん？ここが開くようにならない。あれだね、なんかツバメにさ、王子の像をさ、
どんどんひっぺがしていって、恵まれない人に配っておいきのやつ、あれだろうね。おっと、欲張りすぎ。一気に全部なくなっちゃったじゃん。あいつはダメだったか。これはマッチョ売りの少女にかな。はい、カバンどうぞ。幸せにな。次何取れる？ああ、ひっぺがした。じゃあ、このご家庭に代わりにそのお寿司くれよ。あ、これで終わりか？鉄橋亭。うわー、でも本人とそっくりになったじゃん。あ、みんながお礼に来てくれた。カツラを持って。なんていいストーリーだ。うん、とりあえずその銅像邪魔だからぶっ壊そう。ハゲ回避。